よし、全軍で攻勢に出るぞ。今こそ曹操を討ち果たすのだ。曹操は今まで幾度もの窮地を生き延びてきました。今回も逃走するため周到な準備をしているはずです。ならば我らは追撃と用地確保、両面で軍を展開し奴を追い詰めるとしよう。いかな曹操とてその中を逃げ切ることはかなうまい。曹操はまださほど遠くへは逃げていません。ですがすぐに追いつけば敵残存兵の決死の孤戦を受けるでしょう。急ぐことなく包囲を絞っていき、行き場をなくした曹操を確実に撃つ。これがこたびの戦の戦略です。私のため戦の態勢は決したが、ここからが勝負だ。皆油断することなく攻め立てよ。今こそ曹操の首を取る好機。奴が曹仁のもとへ逃げ込む前に討ち取るのだ。曹操が味方と合流する前に打ち果たす。全軍急ぎ追撃を開始せよ。敵陣が炎に包まれたぞ。これだけ燃えれば家計は大成功だ。これも準備が万全だ。邪魔してきた敵の艦長を討ち取ったらしいぞ。早く船を出せ。このままじゃ全部燃えちまうぞ。ダメだ、船はみんな繋いである。逃げたくても逃げられねえ。
曹操殿をここで散らすわけにはまいりません。華麗に進軍し急ぎ本隊に合流するのです。お前を先には行かせない。俺がここで燃やし尽くしてやる。さあ今こそ私たちの猛攻の時。いざ激流のごとく。市中に勝つありだな。この総分裂がお前を仕留める。あの勢いが勝っている。だがここで負けるわけにはいかぬ。結構我が輩の長年の経験が告げとおる。曹操は曹仁と合流後ここへ逃げ込むだろう。その前にこの地を確保する。各門の敵将を倒し包囲の体制を整えよう。
お、この門にも敵が来たか。どんな罠を試せるか楽しみだな。妙な、いや油断ならぬ相手だ。こういう輩はさっさと倒すに限る。手がまずかったか。もっといろいろ試してみたかったんだけど。ではこの門の守備を担当します。ネズミ一匹見逃しませんよ。これ以上好き勝手させるかよ。あんたらにこの門は渡さねえ。我らとてここで引くわけにはいかん。渡してみせる。この門何が何でも渡してもらうぞ。殿が来る前に撤退するのかよ。どんな顔して戻りゃいいんだ、俺。この門の守備は自分が。曹操軍の兵は誰一人通しません。敵将が討ち取ったり。その真の強さ、仲間として誇りに思うぞ。これでどうですか。まだ動けるうちに帰らなくては。敵将、討ち取ったり。
おお、気合入ってんな。その調子だぜ。守りましょう。死に物狂いで警備します。これで包囲は完成しました。曹操軍が逃げてきても追い払いましょう。この勝利皆のおかげだな。伝令、我が軍の撤退先が敵兵に囲まれております。このままでは味方が撤退できん。城の兵を裂き包囲を突破するのだ。この辺りに散り散りになった敵兵がいます。捕虜にすべく味方が向かったのですが、味方がなかなか帰ってきません。もしかして敵に手こずっているのかも。曹操軍め、無駄な抵抗はやめたらどうだ。降伏すれば命は助けてやるぞ。その手に乗るものか。最後まで戦い抜いてみせるぞ。もはや負けて悔いなしです。炎をするなり何なりしてください。死力を尽くして戦いました。私の処遇はお任せします。もう曹操軍に勝ち目はないぞ。潔く降伏したらどうだ。うるさい。俺たちは最後まで諦めないぞ。敵に恥ずかしめを受けるわけには参りません。私は何としてもまた君のもとへ戻らねば。すみません、おとなしくしますんで許してください。我が大戦果たしてみせる。遊ばれるならば、いっそここで。奥方様、どうかお逃げください。私が身代わりとなります。
もうこの辺りに敵兵はいないみたいだ。全軍撤収せよ。獣の相手などうんざりですわ。敵将討ち取ったり。将来を嘱望される逸材よ。おかげさまで多くの敵を捕虜にできました。彼らは皆連合軍の力になりたいそうです。そこで捕虜を部隊に組み込もうかと。彼らと共に曹操を追い詰めてみせます。この勝利、皆のおかげだな。お願いしたいことがあります。少しお時間をいただいても。それはありがたい。あなたに引き受けていただけるなら安心です。もう曹操軍のやり方にはついていけません。どうか手助けをさせてはくれませんか。俺たち一足先に曹仁の元に向かいます。あなたたちが来たら寝返りますから。この城は同胞を守るためのもの。貴公らには断じて渡せん。敵をぶっ倒して逃げてきました。これからは曹仁様のそばで戦います。曹仁様が襲われては一大事。俺たちがしっかりお守りします。
前結構やるな。その調子で行けよ。しましょう。船を使って撤退しようという腹か。思い通りにはさせんぞ。守りは我らが受けのところ。決して何者にも抜かせはせぬぞ。できませんでしたか。退路を増やせず。やりません。よし、これで奴らは船を使えまい。撤退路を塞がれた敵を存分に追い回してやれ。敵将討ち取ったり。この勝利皆のおかげだな。この地は龍玄徳が征服。趙文猿これにあり。断筆とも曹操殿に触れさせはせぬ。微力なるのみこの帝中徳の力になろう。皆足止めできずにすまない。に逃げてくれ。我らに退路なし。ここを主張で定めよう。どうかご無事で。この勝利皆のおかげだな。
処方される逸材よ。お前結構やるな。その調子で行けよ。敵将、討ち取ったり。奪われてしまうとは。高く、この城が安全であると噂を流しましょう。切羽詰まった曹操軍の兵を誘い出せるかこの勝利。この辺りに敵の来ない城があるらしいぞ。みんなでそこに逃げないか。え、本当か。よし、逃げよう。今すぐ逃げよう。伝令、曹仁様が殿をお待ちしております。この戦、曹仁のもとへ至ればわしの勝ちよ。さもなくはここで果てることになろう。曹操様、大丈夫か。おいらが敵を食い止めるから逃げるだよ。巨長か、すまん。ここは任せた。お主も必ず生きて戻るのだぞ。誰一人この先へ行かせはしない。長州、いざ参る。俺たちは捕虜になったが待遇は悪くない。曹操軍なんか見捨ててこっちに来いよ。確かに私の負けは見えてました。よし、大将軍、俺も降伏するぞ。劉備様の行方が分かったぞ。どうやら曹操に向けて進軍中らしい。よかった、本当によかった。よし、俺らももう一踏ん張りするぞ。やはりお主が我が覇道を阻むか。この雪辱、いつか必ず果たそうぞ。くっ、この後に及んで打ち損じるとは。長州流、生涯の不覚。敵のシャニムにわしの首を狙っておるな。だが、こ
ここを抜ければもはや勝ったも同然よ。よし、今だ。総陣を撃て。そこまで落ちていなきゃ自分は鉄壁の盾、殿の恩義を無事に返すまで倒れはせぬ。殿を燃やす大役果たせぬとは面目次第もござらぬ。そうそう、我らの追撃を振り切る。だがこの敗戦で当面は立ち上がれまい。奴らの動けぬ隙こそ勢力拡大の好機。我ら孫悟は今より天下へと飛躍するのです。敵将討ち取ったり。いかがされました？まさか曹操と出会わなかったと。曹操は確かに拙者の前に現れ申した。だが拙者は必要以上に責め立てることなくその場を去り申した。それはかつて受けた恩義ゆえですか？助手の恩義は関途で報い、もはや何のしがらみもないはずでござった。だがその後拙者は挨拶もせずに巨匠を去った後、曹操の将を切り兄者のもとへ走った。曹操はそのような拙者の無礼と兄者のもとへ帰ることとを許してくれた。その恩義には報いねばならなかったのだ。関羽殿の事情は分かりました。しかし軍法はいかなる場合も守らねばなりません。理由はどうあれ、あなたは敵の総大将を見逃した。その罪は重大です。厳罰は覚悟の上、死をもって償おうぞ。待ってくれ諸葛亮、どうかどうかこたびだけは許してもらえぬか。私と雲長翼徳は生まれた日は違えど同じ日に死のうと誓った。今ここで雲長に死なれてはその兄弟の誓いを果たすことができぬ。雲長の罪は以後の働きで償わせる。だから頼む。劉備殿がそこまでにおっしゃるのならば、この件は不問としましょう。おお、そなたの口上、生涯忘れぬぞ。曹操に勝利はしましたが、この後はどうすればよいのでしょうか？そりゃこのまま孫権たちと曹操を追い詰めるんですよね。いいえ、今はこれ以上曹操と対するつもりはありません。曹操を討つには至らずとも勢いはくじかれました。この隙に我らは劉備殿の立つ国を得ます。私の立つ国、それはどこに？我らがまず得るのは曹操の力が弱まった
慶州です。そしてそこを足掛かりとし、曹操、孫権殿と並び立つ国を得るのです。それがそなたの考える天下三分。あの曹操や孫権殿と並び立つ、果たして今の我らにできるのでしょうか。寛平殿、弱気になっちゃいけませんぜ。俺たちの力を合わせれば国の一つや二つすぐに得られますよ。助手以来国なんて持ってなかったしよ。久々に自分たちの城でじっくり酒が飲みてえぜ。険しい道ですが、決して不可能ではありません。皆さん、劉備殿の描く天下のため、どうかよろしくお願いいたします。